明日、新首相が誕生しますが、菅、新首相に対する要望と、あと内閣ですね、組閣がありますけども、どういった内閣の布陣を希望されるのか、それについてお願いします。はい、ありがとうございます。昨日私も総裁の記者会見にいたしました。もちろんルールがあったんですけど、私はすごく、話を聞きながらですね、なるほどなというか期待を持ったことを思いました。それは仕事という言葉を何回も使われているんですね。仕事をしなくてはならない、仕事をするための人を指導させてはいけない、仕事をさせてほしい、これは仕事というのは私自身とてもいい意義かなと思っておりまして、要するに仕事というのは具体的に成果を出すために行動する、あるいは決断するという趣旨だというふうに受け止めましたので、これはやや過言過ぎかもしれませんが、私どもの同僚会をシンクタンクからドゥータンクに変えていくという点と符合しているなと思いながら、大変期待を持っています。いわば私から見るとドゥーガバメントを目指す、仕事内閣を作るんだということを、仕事制度を作るんだということの宣言だと思います。そういう意味ではその全体的な私からの希望と期待という点ではですね、やるべきことはかなりはっきりしているので、いかとかでは論点は決まっているので、それを具体的な目標、あるいは数値に落として、いつまでにそれを実現するのかということをですね、ぜひ国民に分かりやすく示していただきたい。これが最大の期待であります。その中の一つとして、デジタル庁の議論もありましたけれども、DX はもはや待ったなしですし、三種遅れと言われている日本のデジタル化についてですね、司令塔機能を担うデジタル庁というのは大いに賛成でありますが、仏作って魂ですとならないように、どういうような構造で何よりもどのような権限を犯せるのか、そしてそこに誰をどういう人を配置するのかということがとっても重要でして、適材適所ということも使われておりましたけど、本当に適材適所の人を言ってみれば過去にしがらみにとらわれずにやらないといけないと思います。そういう意味では、民間投与というのも強くあるのであれば大いに考えてもいいんじゃないかと思っています。3つ目がですね、先ほどちょっと冒頭言いました財政の話ですけども、この問題も待ったなしです。すでに160兆円という巨大な未曾有のですね、一般予算のうち90兆円ぐらいが建設国家で、建設国債で90兆ぐらいです、国債で賄われている、つまり将来世代からの借金です。この問題をどうするのかということについて、今からすぐにでも検討は開始して、実行するのは今すぐじゃなくてもいいかもしれないけれども、検討は直ちに開始して、不安に越しています。そしてそのためのシナリオ作りというのは、政府内だけではなく、従来から協力会が、している独立財政機関のような客観的な機関がですね、もシナリオとして見ていただきたい、議論して国民の前で議論していただきたい。最後はこれだけリカプリングというのをですね、毎日のように新聞に書きます。私の理解ではこの米中の覇権争いというのは今後強まることがあってもですね、簡単に収束することはないと思っています。その中で地理的にも、そして経済的にもですね、非常に重要なポジションにいる日本がどうやってそのポジションを決めていくのかというのは大変難しい。米国と日米の関係を修復しながらも中国とふと構えていくのがいいのか、そうではなくてどういう形でもって米中の間に日本があり得るか、これは私はもう一人でですね、コメントできる立場ではありませんけど、少なくとも官民が一致してですね、このデカップリングの中における地政学的に日本の意思というのを十分理解した上で、したたかに立ち回っていますけど、そのしたたかとはどういうことかということについての議論を深めていきたいし、